先生のお話の中に再発怖いものってイメージがあっありまてっして、た、私も。ありました？変わりました？そうですね、やっぱりお手本というか、母の近くにそういう人がいるっていうこともそうですし、今日の先生のお話を聞いても、やっぱりイコール怖いとか死はやっぱりそこまで近くはないなっていうふうに感じたので、今日もなんか意義のある授業だったかなと思いますけど。その個人によって再発の場合はね、いろいろあって、今日の質問にもう直接答えるのが非常に難しそうでいすとおっよしゃってましね。たね。この場合はこの場合はで、多分先生もおっしゃってましたけど、非常にお医者さんも迷ってるんですねと言ってまして、でもそれはやっぱり経験の積んだ先生方、最善のもの、もしくは違う選択そうで肢、すね。あと自分の生活はこうしたい、痛みを減らす方を優先してくれとか、あと、中にはね、あと孫と旅行に行きたいんで この間だけなんとか そうですとよかって、ね。いろいろ今そういう選択ができる時代になってきたと思います。じゃあ恒例の写恒例真の。に行きましょうか。これはですね、乳がんのフリーマガジンの表紙なんですけど、これ去年の今ぐらいの時に撮影したやつですね。まだ髪も短く、あれから1年経つともうこんなに髪も伸びて 時が経つのは早いなとしみじみ 感じまです。も自分の髪の毛で非常に嬉しいそうで頃すですね。ね。なかなか気に入っている写真の一枚です。目線とか、Facebook のアイコンもこれ使ってるんですけ確ど。かこれでしたっけ？チラシも。チラシもそうですよね。たまにこれ使ってますね。ちょっと髪の長さが違うので、そろそろ変えようかなとも思ってはいるんですけども。そんなこんなで今日1回目、今年1回目が終わりましたね。すごいなんでも緊張してたんですか、今年う、わかんないです。今年初めてだから。なんかスムーズに、そう、初心に戻ったみたいな。すいません。多分、次回はちょっと落ち着いてると思います。次回は僕はお休みして、お山休崎みさでんすね。そうでがすにね。お願いします。それじゃあ皆様、今日も授業を聞いていただきありがとうごありざいがまとしうございた。ます。